初代フェザー級王座決定トーナメント決勝戦。ただいまより K-1 ワールドグランプリ2016ジャパン初代フェザー級王座決定トーナメント決勝戦を行います。青コーナーより武選手の入場です。6月24日 K1 判定3-0、小沢を下した武、試合後決して弱いとは思わなかったです。大勢の人が注目しているという意味ではお互い覚悟の普通の試合とは違いました。あの男が決勝にやってきました。 K-1 ワールドグランプリ初代フェザー級王座決定トーナメント、さあ決勝までやってきました。ナチュラルボーンクラッシャータケル、 K-1 史上初2階級制覇へあと一つ。昨日の記者会見でタケルは言いました。世界最高の舞台でぶっ倒してやるから、ちゃんと決勝まで上がってこい。この言葉、私にはエールのようにも聞こえました。でもタケルはこの座を譲るつもりなんてさらさらありません。タケルは話します。お前に俺の代わりが務まるのか。そしてタケルはこのトーナメントチャレンジともう一つテーマを挙げています。あいつを黙らせるためのトーナメント。タケルのタケルによるタケルのためのトーナメント。期待が大きければ大きいほどそこで答えを出すのが真のスターです。今決勝の舞台へ足を踏み入れました。 K-1 史上初2階級制覇へあと1勝。赤コーナーより小沢海人選手の入場です。1回戦ジョシュ・トナーを相手に57秒、膝蹴りでの秒殺勝利。準決勝、長身フランスの18歳マムーディの前にローブローはあったものの、判定3-0きっちり勝ってやってきました決勝の舞台へ。なあタケル、お前みんなから好かれるって思ってんじゃねえのか。全てはこの人から一言から始まりました。やられたらやり返せって教わってきた。やり返さないと気が済まない。たまりにたまったタケルへの怒りのマグマがついに大爆発を起こそうとしています。リングにはタケルが待っています。タケルへの怒り、いや小沢海人己自身への怒りだったのかもしれない。舞台は整いました。さあ今足を踏み入れます。あれから4ヶ月と9日ただいまより K-1 2016年のメインイベント
K-1 ワールドグランプリ2016ジャパン初代フェザー級王座決定トーナメント決勝戦を行います。赤には168センチ57.5キログラム日本クレスト武。 K-1 史上初2階級制覇へあと一つ、最高の相手が対角線上待っています。赤コーナー165センチ57.5キログラム日本 K-1 ジムエビス小比類巻登場、小沢海斗。執念が情念がこの決勝まで小沢海斗を連れてきた。 K-1 ワールドグランプリ初代フェザー級王座決定トーナメント決勝戦、この決勝戦に限っては1ラウンド中3ノックダウン制となります。このトーナメントはタケルのタケルによるタケルのためのトーナメント。しかしそんなタケルと一番戦いたい男が上がってきました、小沢海斗。さあ放送席にはマサトさん、そして関根ストーンさん、中村拓海さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マサトさん、いよいよ決勝、このカード2人ともいい顔してますね。さあ戦いの神がやはりこの2人を決勝の舞台まで導いてきた。関根さん、はい、待ってたカードでした。そうですね、お互い KO もしてるしね、はい、万全の立ち上がりできましたよね。そうですね、これタケルが前に出てきています。左のミドルキック返す小沢海斗。中村さん、はい、まあ、改めてあの戦いから4ヶ月経ってますね。そうですね、おそらく、ね、4ヶ月前小沢選手、タケル選手負けてなかったら、もしこのトーナメント出てたらここまで多分勝ってないと思いますよ。おー、なるほど。やっぱあの負けで、ね、4ヶ月って本当強くなったと思うんで、それをね、全てぶつける時が、ね、今じゃないですか。そうですね。さあここで小沢がタケルの足元を救ってフェザー級混沌と勝つのか、それともタケルが勝って新生 K-1 のカリスマを証明するか。いや、パンチ交錯します。膝パンチにつなげる。マサトさん、でもタケルが前に出てますね。タケルが前に出てますけど、小沢もあの前回やってるんで、あのパンチをしっかりブロッキングで、あのブロックしてますよね、うん、ただその間からもう一発入れましたけど、ね、そうですね、ボディから左二つだ。左顔面捉えたが倒れないか。左ミドルキック、小沢。前回は結構あのボディを後半中盤以降ですね、効かされて小沢選手動き止まったんですよね。はい、はいはい、そうでした。小沢選手もうちょい自分から出た方がいいですね。うん、やっぱり前回負けてるんで、はい、ちょっとやりにくさもあるんじゃないのかなっていう気はしますよね。うん、うわ、タケルすごい集中力。うわ、右速い。関根さん、どうですか。タケルは今日スピード切れてます ね、 ですね。本来のその 57.5 のね、適正、うん、体重に戻って、ね、関根さん、ユンチーはあの戦いで下してるんですからね。そうですよね。ボディから左、このボディ強烈、膝もそうだ。やはり腹だ。入れ替わって右を振ってくるが、下がっているのが小沢。出続けるタケル、ボディから左、効きましたね。タケルの左でした。タケルの右ボディ、左の顔面というフックが2つ続いています。ちょっと小沢選手プレッシャー出てこいよと。前蹴り効いた、前蹴り効いた、左ミドルも効いた。いや、タケルすごい。ダウンだ。お前を黙らせるためのトーナメント、そう話したのはタケル。しかし小沢海斗、ここで負けたらもう3回目はない、勝つしかない。右で最後は、しかしタケルだ、タケルが出る。いや、すごい。タケルが出るんだ。立てるか、立てるか、小沢。立てない。立った、立ちました、刺しました。しかしもうダウンはできない、2ダウン喫しています。絶対絶命、小沢海斗ゴングだ。いや、今記憶なかったですよ、飛んでましたね。そうですか、いや、ちょっと関根さん、タケルが怖いほどです。いや、タケルは本当に
また強くなってますね。あの9月の K1 も、はい、スーパーファイトを断って、11月にかけて体を作り直したらしいんですよ。1対55キロにやってたんで、そうですね、それでもう猛練習したらしいんですよね。パワーがすごいですよ ね、 そうですね。いや先ほど小澤選手強くなったと言いましたけど、はい、それ以上に武田選手強くなってるかもしれないですね、うん、4ヶ月で。いやあれなんじゃないですか、この階級でパワーがもっと出せるようになったというか、そうですね、やっぱ今まで減量相当きつかったみたいですよね、でまさに身も心もこの階級に研ぎ澄まされて登場がタケル。しかし小澤海斗、ここで終わるわけにはいかない。この4ヶ月タケルのことを一番思っていたのが小澤海斗かもしれない。いやもう小澤選手ね、もしかしたらもう今日がねタケル選手と戦う最後のチャンスなのかもしれないわけじゃないですか。そうですね、だったらそこでやっぱ出し切る以外ないですよね、小澤海斗ここで負けたらもう3度目はない。あの小澤選手はもうね自分からいかないと。そうですね、すごい、タケルコール、これ小澤コール、海斗コールですね。2つのコールがスパーク交差しています。小澤出たい、いやしかしローを出しながらバックブロー、いやこれも見えている、タケルが膝。前回6月の対決では判定でタケルが勝っています。しかし小澤の執念が復讐の鬼と化した小澤がこの決勝でこの2人のカードを実現させた。しかしタケルは強い、揺るぎない、これが新生 K1 のカリスマ。右のハイキック出していく。そう、マサさん出たいですね、やっぱり出たいですね、出ないと勝てないですね。大前蹴りだ、ローキック、軸足この払っていきます。おーっと来たー、バックブロー、しかし出る出る、逆に火がついた、火に油を注いだか、効いてますね。ノーダウンです、ダウンではありません。いやすごい、いや関根さん、小澤が攻撃出せませんね、まあ、今ちょっと出したんですけどもね、なんかカウンターみたいに、はい、バックローでしたね。うわすごい、もうガードごと吹き飛ばしていこうというようなパンチ。タケルは昨日の会見で話しました、世界最高の舞台でぶっ飛ばしてやるから、ちゃんと決勝まで上がってこい、上がってきました。おお、左フックテンプル入ったな。うわすごい。タケルボディから左フック。もうタケルはバックギアありません。常に前進前進。小澤が下がらざるを得なくなっている。膝。中村さんどうでしょう。はい、いやもうちょっと。完全に武田選手飲んでますね、ですね、膝も効いたか、ボディに今度集めていきます、やっぱり原田ボディだ。ちょっともう小澤選手ね、もうブロック一辺倒というか、なかなかこう攻撃力で攻め手が出ないですね。そうですね、うわバックスピンキックも出してくる、下がる一方になっている小澤海斗。この4ヶ月地獄の日々を送ってきました、全てはタケルを倒すために。あの悔しさ、イラつきを払拭するのは勝つしかない。しかしタケルが立ちはだかる、タケルが大きく見える、左フック。第2ラウンド終了。いやちょっと関根さん、タケルが研ぎ澄まされてますね。そうですね、でも小澤選手耐えましたね、2ラウンドね、やっぱりあんだけの思いがあるんですね。変則的な前蹴りも出しますが、正人さん下がらないですもんね、タケル。これ一つ入ったんですね。いやだけどまあ効いてるような攻撃じゃないですよね。そうですね、タケルは楽しんでますね。そうですか、早く。あとタケルはスタミナなんですよね。関根さん先ほどおっしゃっていただきましたけど、はい、ちょっともう尋常じゃないスタミナみたいですね。浦部兄弟が本当にね、ずっと攻撃してくるって言ってましたから、スパーリングするとセブンナイトセブンナイト。さあ皆さん、いよいよ最終第3ラウンド、ラウンド3ラスト。こ
このままタケルが飲み込むか。初めてグローブを合わせた2人、左ミドルキック技いいぞ。しかし膝が下がるか、下がっては勝てない小沢、出る出る。そしてタケルはここも出る、変則的な蹴りを出しますね。左のフック、ローキック構わず出てくるタケル、膝もう一丁、ボディ強烈。いやもう小沢選手も相打ちでいかないと。聞いてますね、回転もスピード落ちた。笑った笑った。おいお前に俺の代わりが務まるのか。逆に胴回し回転、それに応えるか。上から覗き込む小沢海斗、また変則的な前蹴りですね。内回し蹴りを出してきます。左2つ出したダブル、リタと小沢、オッパー左返した。下がらないんです。タケルがボディ強烈、体が浮き上がる。これもそう、膝。最終第3ラウンド K1 ワールドグランプリ初代フェザー級王座決定トーナメント決勝。膝、いやーこの後に持ってきましたね。そうですよね、膝だ。中村さん、やっぱり腹ですよね。そうですね、まだガードで固めていて、そこを滝口うまく狙ってますよね。うわ、左のフック、すごい、畳みかける、しかもパワフル。これが王者だ、これがスターだ。しかしまだ時間は残されている。ボディ嫌がってますね、うん、飛んだところ前蹴り、ボディだ。左ミドルキックにつなげた、効いてないぞとかける。ハイキック、小沢も笑っている、小沢も笑っている。左届かない、タケル笑ってる、小沢笑ってる、男と男、拳と拳、魂の語らい。左ミドル出してきます、小沢も。うわ、左入った、狙ってる、膝。さあ残りが30秒になろうとしています。追っていく、逃さねえぞタケル。ボディ効いてる効いてる効いてる、寝ても覚めてもタケルのことを思っていました。小沢まだ逆転のチャンスはある。飛び膝浅いか。さあ残りは10秒、やはりタケルが今回も真っさらな綺麗なベルトをその腰に巻くことになるのか。壮絶激烈激闘、タケルが来た。先に膝をついたらタケル、ボディ効いていた。いやローブローか、ローブローですか。いやローブローをもらっても最後立っていたということか。いやすごかった、関根さん。いややっぱりタケル強いね。強いです。あー強い、外国勢から死守してくれたね。そうですね、57.5。いやまさとさん、ちょっとタケルの伸び具合というか、タケルは悔しいんでしょ、 KO できなかったっていうのは。そういうことですね。その気持ちがある限りどんどん強くなるんじゃないですか。そうですね。さあ判定を聞きましょう。王座が決まる瞬間です。ヤッチー勝本30対25、青タケル。ジャッジ和田30対25、青タケル。ジャッジと和田が30対25、青タケル。以上判定です。圧巻です。圧倒的にタケルが初めて勝った。関根さん、初めてかわした。いやーやっぱり拳を合わせてここまでやると、やっぱりそういうなんか今までのなんかそういうのじゃなくて、なんか分かり合うんじゃないですかね。そうですね。さあついにタケルが K-1 史上初2階級制覇達成。新生 K-1 のカリスマ、押しも押されもせぬ、その名はタケル。ああここで涙ですね。タケル、マサトさん、どんな風に見てますか今。いやね、よく2階級制覇しましたよね。
だからこの、まあ、決勝戦小澤選手との対戦、はい、まあ、武尊選手前回勝ってますからやっぱプレッシャーもあったと思うんですけど、まあ、それを乗り越えて、ね、まあ、本当世界の強豪の中から2連覇を達成、はい、2階級制覇を達成したっていうのは、まあ、本当にすごいことだなと思います ね、 ですね、本当に関根さんおっしゃったように海外勢もしっかり止めて、はい、ちょっと、ね、涙がユンチー怖かったですからね。確かにそうでしたよね、いや本当あのユンチーをね KO しまし KO ですよね、倒しはしましたね、でも KO した KO 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 そうです、でも圧勝でしたもんね、圧勝です、いや強いですね本当に2ラウンド KO で、そうですねユンチー下し、今回小澤選手やっぱり、まあ、武尊選手ってやっぱり強いんだな、チャンピオンにふさわしいんだなっていうことで、うん、やっぱりリング上に声かけたんじゃないですかね、そうですよね、ただまた復活してくるでしょう小澤選手も、そうですね、小澤のこれからのストーリーも楽しみ、あそして中村さん、はい、こう名参謀仲間たちにも恵まれてるんですよね、そうですね、まあ、本当にやっぱりあの試合終わった直後 の、 あの悔しそうな表情とか、こう追われる立場で競馬を引っ張るっていうそういうことを言ってる武尊選手がね、多分一番誰よりもねストイックで誰よりもこう成り上がることに貪欲だと思うんですよね、そういう人間じゃないとねやっぱりこの K1 でチャンピオンになってやっぱスターにはなれないんじゃないですかね、武尊選手ね、ユンチーは KO でしょ、はい、それであの1試合目と決勝、はい、ダウン奪ってますもんね、そうですね、必ずダウンがあるというね、スリリングな試合してますよね、軽量級はダウンが少ない、そんな概念を覆したのがこの男、そしてまたベルトを巻いていきました、まあ、ユンチーム楽しみですけど ね、 ユンチーム 57.5、うん、ね、何階級制覇でいきますかね、そうか、そうですね、昨日早い話ですけどね、まだ今まだ巻いてないですから、これからもだけど、まあ本当に可能性としては ね、 ね、全く圧勝といえばそうでしたからね、そうですね、さあまたタケルの腰に誰の汗も吸っていないまっさらなベルトが巻かれます、チャンピオンベルトが贈られております、 K1 初代フェザー級王者タケル、その腰に黄金に輝くベルトが巻かれました、中村さん、はい、本当にあのこう燃え尽きたり何かモチベーションが落ちたりということを心配しましたよね、確かに、いやでも武尊選手はないでしょう、そうでしょうね、はい、これ見たらもう本当に、まして優勝でした、武尊選手はねやっぱりあの単なるチャンピオンじゃなくて、もう街を歩いたらもうみんなが振り返るようなスーパースターになりたいらしいんですよ、だからねまだまだだって言ってました、そんなことを話していらっしゃった方がマサトさん、はい、いましたね、そうですね、まあこのままね勝ち進んで、はい、そういうねやっぱこの K1 っていうのをどん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 ね、うん、盛り上げていっていってもらいたいですよね、そうですね、またやっぱりこう、ね、エースとかね引っ張るっていう選手はねこういう試合するんだっていうのは今日は3試合ともそうだったんじゃないですか、まあ、とにかく本当 K1 始まってからタケル選手の試合に外れないですもん ね、 ね、素晴らしい、確かにこう背負っているものがこうなんか勝利だけじゃないんですね、そうですね、いかにどう勝ち方ま で、 そうですよ、ね、まあ、大変ですけどね、ただまあそれをやって頑張ってね、こうジャンルを背負ってその階級も背負って、そうですね、本当に K1 始まった3年前ですか、はい、誰がエースで引っ張って、2年前ですね、誰がエースで引っ張っていくかっていう、模索している状態でしたけど ね、 そうですね、まあ、なんかいろんな選手が出てきましたけど、はい、まあ、かけるかなっていう感じになってきましたよね、確かに今現在その階級の王者というのがスーパーフェザー60キロが浦部光也、そしてスーパーライトがゲイオ、スーパーウェルタがグレゴリアン、そして4人目の今王者ということになります、フェザー級、それがタケルです、そうですね、タケルはあと55キロもチャンピオンでしたからね、そうですよね、そうか、関根さん2冠達成しちゃったんですね、そうですよね、それでは見事 K1 ワールドグランプリ2016ジャパン初代フェザー級王座決定トーナメントを制しましたタケル選手よりコメントをいただきたいと思います、タケル選手お願いいたします、
たくさんの応援本当にありがとうございました。もうちょっときつかった55の時は KO ポンポンって勝ってたんで、あの前回のトーナメント、まあ、きつかったですけど、そんなここまで過酷なもんだと思ってなかったんで、今回正直1回戦終わったぐらいからもう結構足とか拳とかボロボロで、あの正直ちょっとだいぶしんどかったんですけど、でも俺がチャンピオンじゃないとこの K1 もっとでかくならないと思うし、俺がもっとそれをするし、この K1 をもっとでかくしていくんで、僕が先頭で引っ張って、今回2階級制覇ですけど、こんなところで満足してないんで、もっと強くなってもっと K1 でかくしていくんで、これからもあの K1 ワールドグランプリ一緒に盛り上げてください。よろしくお願いします。なんかチャンピオンになったら言いたいことすごいいっぱい考えてたんですけど、感謝したいこともすごいいっぱいあるし、あの言いたいこともめちゃめちゃあったんですけど、ちょっと飛んじゃったんで、試合の話します。大晦日、俺がいないと盛り上がらないでしょ。どうですか、日本の大晦日に K1 のチャンピオン出ないと絶対盛り上がらないと思うんで、年末もう一回やりたいと思います。大晦日のリングで、K1 もっと、広めて、K1 代表として K1 もっと、日本全国世界に広げてくるんで、大晦日もよろしくお願いします。今日は応援ありがとうございました。 K1 最高。関根さん見事優勝いたしました。武尊選手に今一度関根さんいかがですか。盛大な拍手をお送りください。もう12月31日のこと言ってましたよ。言ってましたね、すごいですね。体ボロボロだって言ってたんだけど治すんですね。もうね、あれですね、そんなに結構ポンポンポンっていったかなっていう風に感じ、見てる方は思いましたけどね、やっぱりきつかったんですね。やっぱり1回戦の相手強かったんですね。やっぱりその 2.5 キロの違いっていうのを本当に肌で感じて、 でも頂点に立った。中村さんどんな風に言ってましたか。いや本当に、まあやっぱりね、トーナメント的にもやっぱ本当、ね、外国人選手含めて、ね、本当ね、強い選手たち集まってましたけど、やっぱりこう、ね、やっぱりボロボロになっても、ね、あれだけの試合やるっていうこの覚悟というか、それがあったからこそやっぱ勝ち上がりだと思いますし、まあ、プラスやっぱりこう武尊選手自身も、ね、強くなっているところだったり、荒々しいところも繊細さを持ってたり、なんかこう人をね引き、戦い方もそうだし、なんか引きつけるものたくさんあるなって、なんか今日の3試合見てすごく思いましたね。そうですね、マサさん注目されて、はい、そこで結果を出していかなくちゃいけないんですもんね。今まではタケルの攻撃力の強さばっかり目立ってたような気がしたんですけど、はいはい、今日本当に、まあ、顔見て3試合戦った後にも全く打たれた感じがないじゃないですか。はいはい、タケルの攻撃力プラスディフェンス能力の高さを今日はすごく感じましたね。松本さんおっしゃってましたね、そこは。やっぱり打たれないってことが本当大事なんですよね。やっぱり選手生活ももちろんそうですけど、その後も人生は長いんで、ね、なるべく打たせないことが大事なんですよね。そうですね、そしてワンマッチもぜひ伺いましょう。中村さんいかがですか。はい、まずはやっぱりサニーダルベック、木戸選手がね本当にああいう負けがするとは思ってなかったので、ちょっとねまずこの来年ね、まあ、このスーパーウェルター級のねいろいろタイトルマッチだったりもあるとは思うんですけど、ここをね、まあ、この外国人天国になってる70キロどうね日本人が崩していくのか、まずそこが興味あるのと、あとはねやっぱウェルター級はね、久保選手が勝って、ね、まあおそらくね久保選手中心になっていくと思いますし、またね来年もいろんなこの階級のベルトをかけた争いっていうのがもう K1 を盛り上げてくれると思います ね、はい、ね。さあそんな今終わったばかりの戦いの速報をはじめ、随時更新中なのが K1 クラッシュモバイルです。ぜひご加入ください。月額324円、これもどんどん今の情報がどんどん、更新されていきます。ぜひ選手の声もコラムなどもあります。そして来年の話を伺いましょう。 K1 ワールドグランプリ2017ジャパン初代ライト級王座決定トーナメント、2017年2月25日土曜日、ここ国立代々木競技場第2体育館で行われます。関根さん 62.5 ライト級ですね、はい、これ浦部光也選手、はい、多分いけますよね。ほうほうほう、
2階級制覇。そうですか、ね、中村さんどうですか、はい、展開としては。そうですね、今回の、ね、フェザー級も新しい階級でどんな選手出てくるんだろうと思ってたんですけど、蓋を開けてみたら外国人は強いし、うん、キャラ、ね、日本人もいろんな選手いたんで、このね、はい、2月の大会も絶対盛り上がると思いますね。松田さん楽しみですね、来年も。いや楽しみですね、また 62.5 キロに誰が、ね、本当に、はい、もしかしたら強豪タイ人も来るかもしれないし、もう今から来年2017年が待ちきれません。解説をお願いしました、正人さん、関根勤さん、中村拓海さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。